おい、ミユ、見つけたのか。うん、お兄ちゃん、こっちこっち。ああ、かかったな。足が…カイト、どうした？ダメだ、迷うな、ためらうな、俺が助けてやらなきゃ。無理だカイト、君まであの霧に飲み込まれる。うるせえ、話せ、ミユが間に合わなくなる。来てるかもしれねえだろうが。くそ、離せって離せ。ドラクモ、アグモ、ガイトを運ぼう。でもタクマ、このままみんなで霧に飲まれるわけにはいかないんだ。カイトまで死なせるわけにはいかねえ。行くぞカイト、引きずってでも連れてくからな。ここまで来ればもう安全だ。エッジか、ミユか、ミユか。ねえ、タクマくん、ミユちゃんがいないのは。霧に飲まれてしまったんだ。そんな、助けられなかったの？私、動転して。動揺するサキ君の気持ちはわかる。悪意がある言葉ではない。そうだな。サキを責めたりしねえよ。てめえの言う通りだからな。カイト。俺はなんで、
あの時霧の中に入るのをためらったんだ。タクマが帰って来られたんだ。ミュウだって帰って来られたかもしれない。なのに俺の足は一瞬固まっちまった。ミュウの言った通り、俺はミュウを守るなんて思ってなくて、ただ暴れたかっただけ。奴あたりで力を振るいたかっただけなのか。カイト、気持ちはわかるけど、そんなに自分を責めちゃダメだ。聞きゃしねえよ、そんな言葉。ドラクモ、でも。そっとしておいてやれ。今は何を言ったって、届かない。そうだ。俺に敵を残らず倒せる力があれば、ミュウのために何でもできるくらいの力があれば、迷うことなんてなかったんだ。ミュウを救えたはずなんだ。俺は力が、俺は